スーパートラック。シャーロット、ゼリー、こんにちは。今年一番のビッグカーレースの日だね。楽しみだね。レースで大活躍してね、ゼリー。シャーロット、なんだか心配そうだね。え？参加する車を全部ここまで運んでこないといけないの？レースは午後5時から始まるけど、どうやって全部運ぶの？素晴らしいアイデアだね、ゼリー。スーパートラックを呼んでこよう。カーシティで誰かが君の助けを呼んでるよ、スーパートラック。わあ、まずは秘密の地下室で変身だね。カール、何に変身するの？カールトランスフォーム。すごいよ。さあ、急いでシャーロットを助けに行こう。シャーロット、スーパートラックが助けに来てくれたよ。みんなもスーパートラックに会えて嬉しそう。さあ、車を全部時間通りにレース会場に運ぶにはどうしたらいいかな。いいアイデアだね、スーパートラック。君とシャーロットで半分ずつ車を運べばいいね。いいチームワークだね。さあ、レース会場に行こう。着いたよ。シャーロットが時間通りに車がレースに参加できるように助けてくれて本当に感謝してるって。協力して一緒に働くと遊ぶ時間までできるんだね。今日も助けてくれてありがとう。みんなまたね。スーパートラック。
こんにちは、カール。洗車場に来るにはタイミングが悪かったみたいだね。洗車が終わる頃には雨が止んでるといいね。また汚れちゃうもんね。こんな雨の日にみんなは何をしてるのかな。こんにちは、ハービー。こんにちは、ベン。結構な降りだね。作物が流されないか心配してるの？この雨の中収穫しようと思ってるの？かなり大変そうだよ。ハービー、気をつけてね。泥がかなりぬかるんでるみたい。タイヤがはまっちゃった、ベンが助けてあげたい気持ちはよくわかるんだけど、君も一緒に泥にはまっちゃうよね。そうだね、ベン。スーパートラックを呼んでこよう。こんにちは、カール。君の力が必要なんだ。ハービーが農作物を収穫しようとして泥の中にはまっちゃったんだ。助けてくれるかな。うわー、これまでで一番大きいトラクターだね、スーパートラック。ハービー、心配しないでね。スーパートラックがもうすぐ助けに来てくれるよ。これでもう大丈夫。その調子だよ、スーパートラック。ハービーのタイヤが動き出したよ。よかったね、ハービー。ハービーがとっても感謝してるよ。雨がやっと止んだみたい。これで収穫もできるね。でもその前に洗車しようね。二人とも泥だらけだよ。
うわー、ハービーとっても綺麗になったよ。スーパートラック、ハービーを助けてくれてありがとう。バイバイ、みんなまたね。こんにちはトロイ、元気？これを全部カースティに持っていくの？トロイ、気をつけて。トロイ、大丈夫？動ける？荷物を教場に配達しないといけないの？どう見ても助けが必要だね。でも心配しないでね、トロイ。トランスフォーマーのカールが今日君の仕事を代わりにやってくれるよ。カールを呼んでくるから、ここで待っててね。カール、こんにちは。列車のトロイが荷物を運ぶのに助けを必要としてるんだ。来てくれる？よかった。さあ、行こう。どの乗り物に変身するの？そうだよね、列車だね。カールが変身する時間だよ。すごいよ。車輪を見て。うわー、大変身だね。完璧だね。ドロイみたいだよ。さあ、トロイを見つけに行こう。カール見て、トロイがそこで待ってるよ。さあ行こう。カール、まずは荷物をレールに乗せよう。バッチリだよ、カール。トロイ、心配しないでね。カールが荷物を全部時間通りに目的に届けてくれるよ。最初の駅だ。カール見て、トムがいるよ。
その調子だよ、カール。さあ、次の荷物を届けよう。消防車のフランクが待ってるよ。こんにちは、フランク。君の荷物はここだよ。さあ、カール、最後の駅に行こう。マットだ。マット、君の荷物だよ。よし、仕事は完了。どうもありがとう、カール。君のおかげでなんとかなったよ。帰る時間だ。またね、カール。バイバイ。やあ、みんな。今日もいい天気だね。みんな、フランクが何か手伝ってほしいみたいだよ。給水塔を一緒に作ってほしいんだって。いいかな。じゃあやってみよう。そうだな、最初に何をしたらいいんだろう。そうだね、エド、土台からやっていこう。チャーリー、何をやってるんだい？そうだね、柱が必要だったね。ここでエドとイーサンの出番だ。よくできたね。そしたらもっと頑丈にしないと。いいチームワークだ。じゃあ貯水槽を置こうか。チャーリーの出番だぞ。重いだろうけど、君ならできるはずだ。みんな、チャーリーを手伝って。
素晴らしい。どうしたの、イーサン。そうだね、この中に水を入れなくちゃ。誰か呼んだ方がいいかな。そうだね、タイソンを呼ぼう。タイソン、起きて。フランクの給水塔に水を入れてほしいんだ。みんな、タイソンが着いたみたいだよ。タイソン、貯水槽の中に水を入れられるかな？よくやった、タイソン。これで給水塔は完成だね。みんな、ありがとう。じゃあまたね。レッカー車のトム。ヘクター、こんにちは。忙しそうだね。あのスピード違反の車を追いかけてるんだね。見て、赤信号を無視したよ。逃がさないでね。頑張ってヘクター。ヘクター、気をつけて。あー、ヘクター、翼から煙が出てるよ。ヘクター、危ない。気をつけて。おっとっと、ヘクター、大丈夫？車は逃げちゃったけど、そういうこともあるよ。ああ、ヘクター、助けが必要だね。助けてくれるよう、レッカー車の友を呼んでくるから、ここで待ってて。トム？ねえ、トム？助けてくれるかな？ヘリコプターのヘクターが困ってるんだ。トム、急いでくれる？スージー、トムとまた後で遊んでね。左だよ、トム。よし。見て、彼はそこにいるよ。急いで行こう。ヘクター、トムが来てくれたよ。もう心配しないでね。ガレージに行こうね、ヘクター。トム、準備はいい？ちょっと待って。ヘクターにはタイヤがないんだ。彼を運ぶにはどうしたらいいかな？素晴らしいアイデアだね、トム。君がトレーラーを探しに行っている間に、クレーン車のチャーリーにヘクターをトレーラーに乗せるのを手伝ってくれるか聞いてくるからね。チャーリー？チャーリー？助けてくれるかな？ヘクターが事故に遭ったんだ。さあ来て。チャーリーが来てくれたよ。トレーラーにヘクターを乗せるのを手伝ってくれるかな？慎重にね。バッチリだよ、チャーリー。助けてくれてありがとう。またね。バイ。ガレージに着いたよ。ヘクター、トムが今から修理してくれるからね。
ヘクターのローターブレードが一つないんだ。ブレードがないと飛べないもんね。ヘクターの新しいブレードを見つけよう。これはどうかな、トム。違う？こっちはどう？違うね。これはどう？ぴったりだね。できた。バッチリだね、トム。次はどうする？そうだね。着陸スキットだね。これは全部交換しないといけないみたいだね。これは思ったより難しいかもしれないよ。パーフェクト、トム。何か他にも必要なものがあるかな？そうだね。ベンチだね。バッチリだね。よし。ネジに気をつけてね。新しい着陸スキットがついたね。とってもいい感じだね、トム。これでヘクターはしっかり立っていられるね。次はテールラダーを直そう。ヘクター、準備はいい？とってもいい出来栄えだね。ヘクター、もう行っても大丈夫だよ。バイバイヘクター、気をつけてね。またね、ダム。バイバイ。